こうやって腰にね巻いたりとかしてるんですけれども、グレーって意外と中間色だから何でも合うの。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はザラの新作を投入します。で、いつもね割とそんなに綺麗めのカットできないんだけどと思われてる方のために、本日は割とドカジュアルなものを選んでまいりました。とその前に、今日の私のコーデはユニクロで購入したミネスドフレサンジュのワンピースと、それから無印良品で購入したネックラインが素敵なロング T シャツを腰に巻いております。そして足元はちょびっとねレディーライクになるようにベージュのオープントーンのパンプスを合わせています。さあ今日購入したものをまず見ていきましょうか。はい、こちらの T シャツです。 M サイズ1590円。いきなりこれを選んだわけじゃなくてね、最初にこのパンツを見つけたんです。このパンツを見つけてからのグレーの T シャツを選びました。このパンツはね1990円、裾がこういう風にちょっとスポーティーな感じ、メンズなんかでも結構こういうスーツなんかも出てたりとかしてます。裾がこういう風になってるね。意外とねファッションってメンズから流行が来たりとかするんですよ。いや、メンズからレディースに来るではなくて、メンズが発祥でレディースの流行りになっていくみたいなね。意外でしょ。はい、それではこちらグレーのねパンツです。私は S サイズを購入しました。最初ねちょっと短いかなと思って M サイズをトライしてみたんだけど、 M サイズもねそんなに長さは変わらない割に、ももの幅なんかが逆にダボっとしてスッキリ感がちょっとなかったので S サイズにしてみました。で、これを見つけてからのこの T シャツね、どうカジュアルでしょ。はい、こんな感じです。ワンマイルコーデ、ヨガの行き帰りとか近所でお買い物するもよし、土日にランチに行こうよしというようなコーデです。腰に巻いてるのはユニクロで購入したプレミアムリネンシャツです。でね、ちょっと身長の可愛らしい低身長さんには長めのこの丈は難しいと思われる方は、普通にね綺麗な色のセーターを巻かれてもいいと思います。で、グレーなんだけれど、実はこのグレーは上が黄色で下がちょっと赤みのあるグレーなんです。で、それをうまく調和させるためにこうやって腰にね巻いたりとかしてるんですけれども、グレーって意外と中間色だから何でも合うので、このようなね綺麗な色のセーターちょくちょく出てるんだけれども、顔のそばにこう派手な色持ってくるの嫌だわ、できないわっていうような方には、ぜひこういうようなものを腰に巻いていただいたり肩に背負っていただいたりとかして、いろんな色に挑戦してもらいたいなと思います。でね、ちょっと私かなり腰で履いてます。落として履いています。落として履いてることによって少し下にゆとりが出ますけれど、ウエストまでキュッて上げるとこういう感じになります。丈がね、私もうちょっと長い方がいいのかなと思うんだけれど、でもあんまり長いとねまたちょっとダルッとした感じになるのかなって、今度ね私これブーツでも合わせてみてもいいのかなと思って考えてます。このまま出かけてちょっと寒いな、冷房が効いてるなっていう時はこれをねぜひとも脱いでいただいて、こうやって着るのもね、それもまたよし。というわけで次行ってみるね。はい、紺のジャケットを着るとこんな感じです。いつものね白タンクティー、 GU の白タンクティーを中に着てます。ちょっとねメンズライクな感じですよね。今時のおしゃれなメンズなコーディネートじゃないかなと思います。ラフなね洋服が大丈夫なオフィスだったらこの格好でもちろん十分いけると思いますよ。全身グレーにちょっと白をこうやってね足すだけですごく爽やかな印象になると思わない？もちろんお持ちの白いカーディガンや白いセーターで十分対応できます。はい、以前ザラで購入したこのチノフィットの黄色いパンツもグレートだったら相性いいと思わない？このように中間色を買うことでビビッドな色っていうのも入ると思います。いかがでしたか？ぜひねカジュアルでもキラキラに輝いてください。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。
ぜひチャンネル登録まだの方はお願いします。そして高評価もお待ちしています。では、じゃあね。